ゲ越ツ外関地図ゲーツは福岡県福岡市博多区中洲三丁目にある大型商業施設である。2006年3月15日に部分開業した。地下1階地上11階建てで延べ床面積は約4万平方メートル。もともとここは1925年に福岡市発の百貨店として開業した福岡玉屋だった。しかし店舗が老朽化していた上、 福岡市による博多リバレイン各テナントとしての入居の勧めも断ったことから経営が悪化して1999年7月15日に閉店。閉店後も数年間は跡地利用が決まらず古い建物が残されたままであったが外資系企業を中心としたプロジェクトチームが買収しより幅広い層の人たちが気軽に利用できる商業施設を目指して開業した。 しかし、近隣にはリバレインのみならず、キャナルシティ、博多や天神地区といった大型商業施設が数多くあることから差別化に苦しみ、開業後もしばらくテ難ンを埋められない事態になっていた。2013年12月にガソリンスタンド運営及び不動産業を行っている福岡スタンダード株式会社が外資系投資銀行、バークレーキャピタル証券会社より、 新宅受益権を取得している。福岡市交通局中洲川端駅4番出口から地下1階に直結。中洲に立地しているため24時間営業や深夜0時、夜中3時、早朝5時まで営業の店舗が多く入居している。ありがとうございます。